気象予報士は風の流れを読むのも仕事。今日は風で風船を浮かせてみせます。使うのはドライヤーです。まずはドライヤーを上に向けて風船を飛ばします。そうすると、はい、このように浮くのは分かりますよね。このドライヤーを動かすと風船も一緒にくっついてくるんです。いきますよ。右へ、左へ、ずっとくっついてくるんです。ほら、実は斜めからドライヤーで風を向けてもこの風船は落ちないんです。いきますよ。ドライヤーを斜めにしても、ほらほら、ハンドパワーです。ドライヤーを斜めから当てると風はこのようにして向かっていきます。風船は飛んでいってしまうように見えますが、風船を回り込むようにして風が流れていくんです。そうなると風船を持ち上げる力も加わっていくため、風船は浮いたままというわけなんですね。曲がる風の力を使ってこれも回してみせます。いきますよ。これは結構難しいんですよね。ほら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 こんにちはほら、どうですか。おお、すごい。こんな感じで皆さんお家で遊んでみてはいかがでしょうか。